こんにちは。本日も初心者が始めるアンリアルエンジン AI 編を進めていきたいと思います。第3回では見つけて追いかける前編をお届けしましたが、本日は後編というところでこちらを完了させていきたいと思います。目次になります。まずは前回の前編のおさらいをさせていただき、続いて本日の実装に関する相関図をご紹介し、実際の実装の流れを説明していき、最後に実行して確認をお届けしていきたいと思います。ではまず前回のおさらいになります。前回は AI パーセプションが視覚して得られた情報、こちらをですね、まずブループリント上で確認していきました。続いてその確認した情報、視覚情報をですね、 AI コントローラーの方に渡しまして、さらにその情報をブラックボードに格納していきました。実はですね、ビヘイビアツリー、こちらをですね、発見時のみ追いかけるように回収していきたいと思います。ということで本日はビヘイビアツリーの編集、こちらのみをご紹介していきます。ではまずシャープ1の AI 編で作りましたビヘイビアツリー、こちらを確認していきます。はい、こちらが AI 編シャープ1で作成しましたビヘイビアツリーとなります。シャープ1ではですね、このシーケンスブロックとムーブトゥーブロック、この2つのみを使ってきました。ムーブトゥーブロックはですね、設定したブラックボードキー、こちらに対して移動し続けるというブロックになります。対象はオブジェクト情報も使えますし、座標そのものを設定するとその位置に向かって移動するということもできます。今回はオブジェクト情報としてそのまま使っていきます。続いてシーケンスブロックなんですが、こちらはシャープ1では説明を省かせていただきました。で、その詳細について今回はご紹介していきます。で、その際にですね、このシーケンスと対になるようなブロックとして、もう一つ、セレクターというものがあります。で、この二つの違いについて、まずはご紹介していきたいと思います。はい、文字に起こしてみました。シーケンスはですね、左のタスクから順番に成功するたびに右へ移動するというブロックになっています。今回の例ですと、今回の例ではですね、シーケンスの下に Move to と Wait という2つを設定しました。で、まず左からということで、Move to を開始します。で、Move to で対象物に接触すると、これが成功したとみなされるので、続いてこのシーケンスはこの次の Wait に移行します。で、ウェイトが完了すると、再びシーケンスに戻るので、またムーブ2に戻るということで、このムーブ2とウェイトをひたすら繰り返すものになります。ポイントは、左のタスクから成功するたびに、右のタスクへ移動するというところになっています。で、その際に、左から順番にということなので、1、2という順番になります。一方で、セレクターはですね、シーケンスと同じように左のタスクから順番に見ていくんですけれども、失敗したら右タスクへ移動というところで、ここがシーケンスとセレクターの違いとなります。今回の例ではですね、なかなか失敗することもないようなブロック、ムーブ2とウェイトしか設定していないんですけれども、実際にはですね、ここのムーブ2にですね、制限時間など追加条件を設定することで、この成功失敗を設定することができます。またですね、今回追いかける対象をオブジェクトに設定しているので、このオブジェクト自体がですね、デストロイなので消えてしまえば、そこもまた失敗になるので、次のブロックに移動するようになります。ということで、シーケンスとセレクターの違いは、この成功か失敗かというところになってきます。で、今回ポイントとなるのは、セレクターですね。こちらで発見したときと見失ったときというところで、発見した際が成功、見失ったときを失敗と設定することで、このムーブ2とウェイトを切り替えるような形で作成していきたいと思います。そして、先ほどセレクターに時
間制限などの条件を設定できるとお話しさせていただきましたが、その条件をつける機能というのは具体的に言うとデコレーターという名前になっています。今右に並んでいる16個、こちらがデコレーターの種類になっています。そして先ほど時間制限を設定できるというところで、この場合はこのタイムリミットを使うことになるかと思います。今回時間制限はありませんので、こちらは使えません。で、このブラックボード、こちらを使っていきます。なぜならこのブラックボードに格納した IsFind プレイヤーという変数ですね、こちらが、見つけたか見つけてないかを判断するブーリアン変数です。こちらを使って先ほどのセレクターに設定し、そうすることで、見失ったまたは発見したというところの切り替えに使っていきたいと思います。ではですね、ビヘイビアツリーをシャープ1と同じ状態に戻しまして、こちらから見つけたら追いかけるというところにカスタマイズしていきたいと思います。では実際にアンリアルエンジンの中で設定していきたいと思います。まずシーケンスはそのまま残しておきながら、セレクターブロックを作っていきます。で、セレクターでこのシーケンスでムーブトゥーと、もう一つシーケンスでウェイトを作っていきます。そしてウェイト5秒なんですが、ちょっと長すぎる気もするので2秒ぐらいに設定していきたいと思います。これで左のムーブトゥーが失敗したら右のウェイトを実行するというところが作れました。そしてこのままですとブラックボードにありますプレイヤーを見つけた見つけてないの変数を条件に設定することができませんので、この左側のシーケンスに先ほどご紹介したデコレーターを設定していきたいと思います。で、デコレーターの設定の仕方ですけれども、このシーケンスブロック上で右クリックを押していただいて下から2番目になります。で、一番上にブラックボードがありますので選択します。そうするとブラックボードベースズコンディションというところでこのシーケンスに条件式を設定することができました。そしてちょっとデフォルトの名前だと、分かりにくいところもありますので、ここは、とりあえず BB is find player という名前にしておきましょう。で、ここに変数としてこのブラックボードのキーを設定していくことになります。でですね、前回 isFind player の変数を AI コントローラーからブラックボードに渡すっていうところを作りましたが、このブラックボードの中にキーを設定し忘れていましたので、今回の実装で入れていきたいと思います。右上のタスクでこのブラックボードに切り替えましたら、新規キーでブールとしまして isFind playerとしておきます。ポイントはですね、ここで設定した名前とですね、前回実装した AI コントローラー、こちらにありますキーネームのデフォルト値、ここの名前が一致している必要があります。念のためにここをコピーしてブラックボードの方に貼り付けておきましょう。設定して保存しましたら、ビヘイビアツリーに戻りまして、先ほどの PB is find player、ブラックボードのコンディションですね。こちらのブラックボードキーに先ほど作ったキーを設定します。こうすることで AI パーセプションの知覚情報がこのキーに渡りますので、見つかったら成功、見失ったら失敗というところを実装できました。これでまずは実装が終わりました。実際に流れを見ていきたいと思います。まず最初にですね、セレクターこちらをチェックしていきます。で、左のタスクから実行になりますので、こちらのシーケンスを見ていきます。 isFind player の true false でもって成功失敗を見ていきます。で、プレイヤーを見つけていないときは false のため失敗となるため、まず最初の段階でプレイヤーは見つかっていないと思いますので、この段階では失敗となってシーケンスに移動してウェイトを実行していくことになります。基本的にはプレイヤーを見つけるまでこのウェイトをずっと継続するような形になります。
実際には先ほどの丸2番、丸3番、丸4番、これをひたすら繰り返すような形となります。そしてプレイヤーを見つけると、ようやく下のタスクを実行することができるようになりますので、ムーブ2でプレイヤーを追いかけていくことになります。はい、全体像で見ますと、こんなような形になります。まあ、丸1番でセレクターで設定したと、左と右のシーケンスが、イズファインドプレイヤーの状態によって切り替わるというところになっています。まあ、順番に関してはですね、各ブロックの右上に番号が振られていますので、こちらを見ていただければ、どういう順番で処理が実行されるのか、容易にわかるかと思います。では、実際にプレイを実行して確認していきたいと思います。はい、プレイ実行画面となります。ではですね、敵に見つかってみたいと思います。で、見つかって2秒経つと、あ、追いかけてきましたね。で、見つかって逃げてですね、見失うと、追いかけてこなくなるはずです。ところが、追いかけてきました。なぜか、ちょっとビヘイビアツリーと一緒に見ていきたいと思います。はい、左にビヘイビアツリー、右にプレイ画面を並べてみました。これでいきますと、まずプレイヤーに見つかっていない、失敗状態となっているため、ひたすら右のシーケンスのウェイトが実行されていることがわかります。ではですね、実際に見つかっていきたいと思います。で、見つかると追いかけてきます。成功したため、この BB is find player の下のムーブ2がひたすら実行されている形となります。でですね、このように動いてですね、敵から見つからないようにしているんですけれども、なぜかずっとムーブ2が起動し続けてですね、結果的にどこまでも追いかけてくる敵となってしまいました。これがなぜかと言いますと、ビヘイビアツリーの中の先ほど設定したデコレーターにはですね、いくつかオプションがありまして、これのオプション次第でいろいろ動きが変わってくるためです。で、それがどこかと言いますと、オブザーバーを中心の項目になっています。これが何かと言いますと、今ここに4つ選択肢があるんですけれども、これを一つ一つご紹介したいと思います。はい、先ほどの4つの選択肢とそれぞれの説明となります。まず最初のんですが、こちらは他の3つの選択肢を見ていけばわかるかと思いますので、そのまま進めていきます。で、セルフですね、まず。こちらはですね、文章ではこのノード自身、およびその下で実行されているサブツリーを全て中心となっています。どういうことかと言いますと、先ほどのビヘイビアツリーを参考にしますと、この BB is find player、こいつが失敗した際にですね、この move to を中止する、自分および自分より下のこの白いエリア全部を中止するという意味になります。続いて、lower priority なんですけれども、こちらはですね、先ほどのセルフは白いエリアのみ中止しましたが、今度のローアープライオリティはですね、このオレンジのエリアのみ中止するというところになってきます。もしこのオレンジより先にですね、さらにブロックがありましたら、そこも含めて中止していくことになります。そして最後、ボスですね。こちらはセルフとローアープライオリティ両方含めるというところになってきますので、先ほどの説明で言いますと、この白とオレンジ両方のエリアを中止していくことになります。ということで、なぜさっきのやつが失敗したかと言いますと、デフォルトで設定しているノンはですね、もし失敗をしても Move to タスクが中止されないということになっていました。ですので今回はですね、セルフを設定して、もし見失った、失敗してしまったら Move to タスクも中止できるように、このセルフを設定していきたいと思います。では、アンリアルエンジンに戻りまして、この BB is find player にですね、このオブザーバーを中心のところをセルフに設定して保存して、実際に実行して確認していきたいと思います。では、プレイ実行で確認していきたいと思います。今度こそ成功するはずです。
はい、プレイ実行画面で確認していきたいと思います。まず見つかってウェイト2秒が経つと、追いかけてきます。この状態で逃げ出して見失うとウェイトに戻っているのがわかるかと思います。ですので敵も止まっています。この状態で見つかるとやっぱり追いかけてくるんですが、見失った瞬間止まってしまいます。ということで、まあちょっと角度をつけて見失うだけでも敵が追いかけてこなくなります。ジャンプして逃げるだけですぐ見失っちゃうんですね。まあ、見つかるとすぐ追いかけてきますが、まあ、見失うとすぐ止まるというところが実装できました。実際にはですね、もう少し見失ってしばらくは追いかけるですとか、見失った最後のポイントまでは追いかけるなど、そういった工夫が必要かとは思いますが、まあ、こうすることで、あとはいろんな複雑な条件を設定するだけでもう少し賢い敵が作れていくと思います。以上をもちまして本日の動画は終了となります。こちらでですね、見つけて追いかけるというところの AI の基本が完成したかと思います。今後もですね、さらなる複雑な機能の追加ですとか、まあ、簡単なところで耳、聴覚をしたりですとか、もう少しバリエーションを豊富にしつつ機能を複雑化してよりゲームとしてリッチな AI を作っていきたいと思います。本日の動画が面白いまたは参考になったと思いましたら、チャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いします。